歌が上手い人は平均的。2024年3月27日水曜日、不思議レモンネットラジオ、こよいしーなラジオでということで、今宵も週の扉へようこそ、不思議レモンでーす。さあ、今日は週の狭間水曜日ということでお送りしていきたいと思います。今日はオープニングトークということで、歌が上手い人は平均的という、まあ私よく言っている、ボーカルにこのボイストレーニングは不要ということをね、よく言っているんですけども、まあそれについて今日は語りたいと思います。この後すぐ、そしてその後は、シーレモン最新情報、シーレモン何した ?CM さんでレモンニュース&エンタメチェックのコーナー。何かとはずっと話題続きの大谷翔平さんの、まあ、水原通訳とのニュースなんですけども、まあ、読売新聞がですね、まあ、依然、この送金過程に謎が残るというような、まあ、報道を、まあね、したわけなんですけども、まあ、相変わらずメディアはね、この大谷さんをちょっとでも悪く印象付けようという、感じなんですけど、そちらのニュース。そして、猫ね、まあ我が家もニャンズいますけども、こたつ大好きなんですけども、そのこたつの最適温度を実験した平和すぎる実験が話題という、そのようなニュースを今日はお送りしたいと思います。毎週水曜日は最新のヒットチャートをずらりとご紹介しておりますトレンドレモンのコーナーなんですけども、今日はジャパンチャートということで、ビルボードジャパンのチャートからベスト10をお送りしたいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく。この番組は不思議音楽レーベルの提供でお送りいたします。まあ、私ミュージシャンでございますので、まあ、ボーカリストでございますので、まあ、歌を歌うということをですね、まあ、日々やっているわけなんですけども、その歌を、歌っている方にですね、まあ、うまい下手というふうな、まあ、レッテルを、まあ、まあこれ貼られることはもうね、もう使命感みたいなものがありますので、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけども、僕はあまりその論理が好きじゃなくて、その何を指標にうまいなのか下手なのかというのがちょっと、よくわからないんですよね。で、まあ、よく例え出すんですけども、例えばボブ・ディランっていうね、まあ、レジェンド言いますけども、うまいのがあったら、まあ、うまくないんですけど、まあ昔そのジミ・ヘンドリックスというね、伝説のギタリストがそのボブ・ディランの、歌っている姿を見てですね、あんな下手なら俺でも歌えるなって言って自信を持ってですね、彼も歌い出したというような逸話があるらしいんですけども、まあ結局その、まあ、歌を歌っている以上そのような形で評価されることは間違いないんですけども、まあ僕はなぜその上手い下手というこのカテゴリーでですね分けるのを嫌うかと言いますとですね、美人の法則と似ていると思うんですよ。あの美人というのは平均的ってよく言われるんですよね。つまりそのまあその時々の時代のその美人というそのカテゴリーがあってですね、まあ皆さん女性の方は綺麗ですね、美人ですねって言われたいに決まってるじゃないですか。だからそのカテゴリーにはまろうとするわけですよ。だからまあ少々ね、まあこんなこと言ったらあれですけども、顔がもともとそんなに大したことない方でもですね、例えばメイクとかファッションとかいろんな髪型とか、その今の主流に近づけることによってですね、綺麗ですねって言われる確率っていうのはぐんと増えるわけなんですよね。だから結局のところその美人になるというのは平均的とよく言われる。だからまあ例えばまあ芸能人になりたい女性の方ねっていうのは、まあ必ずどっかでずっとこう美人だとか言われ続けてきた、まあたまにはね勘違いしてる方もいらっしゃると思うんですけども、で行くんだけども売れない方が多数なわけじゃないですか、芸能界って。なんでかって言ったら芸能人の女性っていうのはあれ皆さん美人ではないからなんですよね。まあもちろん美人じゃ美人なんだけど、まあ言ったら個性があるというか、どっかでその顔の中でこう、他の言ったら平均化された女性と少しちょっとやっぱり違うような、見てもうこう脳裏が焼き付けるような個性があるから、ああいう方々が売れるということなんですよね。そのように考えますとボーカルも一緒で、まあ結局その皆さんあのボーカリストってね、下手って言われるのが本当に辛いんですよ。これはあのアマチュアだけじゃなくて、プロの方も皆さんそうなんですけども、とにかく、こう下手と言われるのが恐ろしい。それをこう回避したい、みんなにうまいって言われたい、わけなんですよね。だからやっぱりそういう平均的なこのその時代時代
に、まあ、言ったらうまいと言われるカテゴリーの中にこう自分の声をこう溶け込ましていってしまうという、まあ、それが、まあ、いわゆるそのボイストレーニングと言われるもの、まあ、全てボイストレーニングを、まあ、私は否定するわけじゃないんですけど、例えば、こう喉を潰さないとかね、そういう意味では非常に大事なことかもしれませんけども、ただやっぱり、うん、僕らあまり好きじゃなくても、自分の地声をそのまま貫き通した方が絶対的にこう、キャラクターというか声の個性というものがその押し進められるんで、それをこう下手と言われても、それをこうまあ言ったら突き抜けさせた方がボーカリストというのは絶対的にその声を認知される、認識されるわけで、まあ言ったらそっちの方が皆さんに愛されると僕は思うんですけども、で時代をこう追っておりますと、まあどの時代が一番その声の個性的だった時代なのかなと思ったら、やっぱりね70年代80年代に当たると思うんですよ。だから、まあ、60、バンドサウンドになるとね、ちょっと声の個性っていうのはねちょっと薄れがちで、まあいわゆるその、まあ私がよく言ってるアイドル歌謡と言われたものがこうピックアップされた70年代80年代、そのアイドルの方々の、まあ歌声っていうのは、まあ、決してうまいというものではないんだけども、まあ言ったらそんなにトレーニングする時間もないしまあ言ったらその声というよりもその人のまあ言ったらそのまあねビジュアルとかそういうもので売り出すようなところがありますから、声に関しましてはですね、まあまあもう言ったらはいもうはいじゃあレコーディングみたいなところがある。でもねそれが良かったりするんですよね、結局のところなんか加工されていない生のその方しかないボーカルというか、だから皆さんこう声にめちゃめちゃ個性があって、あの本当に僕的にはそのまあ言ったらアイドル歌謡と言われる70年代80年代、まあもう一回聞いたらあこの人の声っていうのがすごくこう認識されたりするんですよね。まあだから今絶賛まあ私ハマっているあの危ないデカだって、エンディングテーマはその危ないデカ主演されている舘ひろしさんが歌ってるんですけども、まあもう誰しもが歌えないような歌唱法というか、I love you みたいなもうなんかそういうボイストレーニングとか言ったら、いやそういう歌い方ダメですよとかもうちょっとこうやってねって言われるような感じの歌い方が個性だと僕は思うので、そこをこうやめさせてしまうと歌は上手くなるんだけども平均化して丸くなっててこう尖らなくなってしまうという、まあ、僕の論理なんですけどもね、ですからまあこのまあボーカル歌をまあこう歌いたい人に関しましてはですね、もう何も、もう下手と言われるやつとは関わらないこと、僕はそうしてるんで下手と言われるやつはもう耳が悪いんだよおめえと思ってるんでそんな感じで今日も頑張っていきたいと思います。先は全てを溶かし出す
仕入れ物にした。このコーナー、最新の仕入れ物ニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。ネットの配信予定行ってみたいと思います。水曜日6時はレモンチューブ製品の最新楽曲のご紹介ということで、今日は藤井風さん満ちていくということでね、まあ非常にこう、穏やかな、聴かせるナンバーという感じもいたしますけども、大人っぽい藤井さんのね、まあ、女性ファンめちゃくちゃ多いんでね、これまたね、まあ、皆さん好きになるんじゃないでしょうか。こちら6時配信しております。6時はレモンジュリーステーション。今日も、レモンジュリーニュース1830の予定となっております。レモンジュリーステーション、と、連動して6時半配信しております。8時このラジオ現在、シギレモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了後はシギテレビジョンにて配信。シギレモン公式で概要も同時に配信しております。9時、水曜日9時は、水曜21時の TTM シギレモンテレビでございます。今日の、まあ、気になる話題といたしましては、まあ、大谷さんのまあ、大谷さんというかね、通訳の水原さんの話題となりますけども、まあ、そちらの話題、キーワードトークは諦めなかった、飽きなかったことは、どんな才能に長けてみたい、快眠のために気をつけていることの3つでございます。チャンネルはこのままこの後9時、配信となります。10時から1年前のシギレモンコンテンツを再配信、プレイバックシギレモン。1年前のシギレモンニュースはファンサイト演奏室、1年前のこういうシギナルラジオでシギレモンテレビはシギテレビにてこの後10時プレイバック配信いたします。合わせてチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日の指令もシジュールということで、今日はもう朝から引きこもりということで、午前中、ラジオ収録、ジュリー音声収録、昼またいで、指令もテレビ、そして明日の、ヒデモクの収録、まで、という形で今日はいっぱいいっぱいな感じでございます。そんな感じです。ワンツー。お送りしたのはシギレモンでイカれたマーマレードでした。それでは CM です。シギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。シギレモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。シギ音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円でシギ音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくはシギ音楽レーベルサイトまで。シギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはシギ音楽レーベルサイトまで。シギテレビジョン、シギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円。フシギテレビジョン、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。
シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議レモンのデジタルハウスへどうぞ。レモン乳酸のエンタメチェックのコーナーでございます。このコーナー最新の乳酸のエンタメを独自の視点であやこや言うコーナーでございます。まずはこちらのニュースから。こちら、3月26日読売新聞オンラインより、大谷翔平生命、12分で質問を受けず当局に全面的に協力、送金過程に謎残るということなんですけどもね、まあ、昨日も、ね、お知らせしましたけども、大谷翔平選手が、まあ、この水原一平通訳の、ね、違法賭博疑惑に関しまして会見をしたということなんですけども、まあ、読売新聞はこのような形で、まあ、送金過程に謎は残るというような報道をしているわけなんですけども、まあ、アメリカのメディアも昨日も言ったと思うんですけども、まあ、ちょっとどうなのという感じのことは言われていることで、まあ、いた、ね、数億というお金をですね、その水原さんが送れるものなのかということなんですけども、まあ、昨日散々言ったと思うんですけども、まあ、仮にそうだとしても何か大谷さん悪いことをそれって悪いことなのという、まずは一つの疑問ですよね。そして結局これって それを大谷さんに聞くというよりも水原さんが やらかしたことなんだから、そっちに聞いた方がいいわけですよ。まあ言った話ね、うん、だからその大谷さんが違法賭博をしていてその送金をしたわけじゃないじゃないですか。でただね、やっぱ面白いやつがいてですね、 SNS ではおかしいと思わないかいみたいな、これはなんと政治家の尻尾切りと一緒なんだよって言って、大谷翔平がギャンブルにで、ね、借金をしてそれをごまかすために水原一平を、言ったら悪人にして、ね、犠牲になって水原さんが、一人罪をかぶっているんだぜみたいなやつがいたんですけども、いやお前ちょっと病院行けよってストーリーお前それ勝手に作りすぎだろっていう感じの方いらっしゃいましたけど、そんなことで大谷さんクラスの人がね、その違法賭博の場所とかにいたら目立ってしゃあないでしょ。常にマスコミに追いかけられてるような人じゃないですか。でも大谷さんはね、やっぱり、まあ、良しも悪しも行動っていうのはめちゃくちゃ制限されるんですよ。だから、まあ、彼女さん、まあ、ご結婚された奥さんに関しましては、まあ、メディアにね、まあ、全部出し抜きましたけども、あれって、まあ、プライベート内はかなりね、メディアも踏み込めないところがありますから、それはできるんだけど、この、やっぱカジノとかはね、もう無理ですよ。だからやっぱり普通に考えて水原さんが言ってたっていうので、もう間違いないと思うんですよね。で、いわゆる、大谷さんが、まあ、それを知っていて、肩代わりしたのか、その違法と知らずに、ただ単に肩代わりしたのか、それとも、今回大谷さんが言ったように、まあ、言ったら、自分は全く知らない中で、水谷さんに、勝手に送金されたということなのかという、その、まあ、昨日も言いましたけど、3つのパターンしかないわけですよ。その、大谷さんが、その、ギャンブル行ってっていう、そんなね、まあ、むちゃくちゃなね、ストーリーって、ありえませんよ。もう、あまりにも、ビッグすぎて。ただ、その、あまりにも、やっぱり、お金の、まあ、管理としてはですね、大谷さんクラスですから、まあ、はっきり言って、自分では、ね、ちょっと、大金すぎるわけじゃないですか。そう考えると、まあ、大谷さん、水原さん、あと、その他、まあ、弁護士の方、まあ、その自分のそのチームと言われる方々が全員、まあ、大谷さんの、資金を、まあ、全員で管理していたということに関しましては、まあ、そうなのかなと。だから、水原さんが、まあ、勝手に送金できたという、まあ、大谷さんはそのような形で言っていらっしゃると思うんですけども、まあ、とりあえずやっぱりそれでもうご本人はそう言っていて、それでまあ筋も通りますから、まあ、とりあえずそうなのかな。ただやっぱり昨日も言いましたけども、まあ、その謎が残るという、まあ、ものに関しましては、まあ、確かに自分のその口座のものを勝手に送るっていうのはなかなかリスクが高いものですから、まあ、それはどうなのかなと思う部分はありますけども、まあ、結局大谷さんがそうだと言ってる、そして警察も入ってる、わけですから、うん、それを嘘をつくっていうのも大谷さんにとっては相当な、ね、リスクになりますからね、うん、ですから、まあうん、そんなもんじゃないんですかね。やっぱりご本人がおっしゃってる通りなんじゃないですかね、今のところはね。ただこれはやっぱり大谷さん、さっきも言いましたけど大谷さんじゃなくて水原さんに聞かないと
そこを追求しないと全く、なんかその、まあ、この読売新聞もそうですけども、お門違いというか、じゃあそっち攻めないでよって、大谷さん攻めないでよって思ってしまいますけどね。そもそも何も悪いことは されてないわけですから、大谷さんはそのわけのわかんないその SNS の その人みたいにギャンブルしたわけではないですからね。その証拠なんか一個も出てないわけですからね、そういうことだと思いますけども。しぎりもね、ウエイトポストマンでした。こちら3月26日 FNN プライムオンラインよりこたつ猫最適温度は平和すぎる実験が話題ということで、猫が一番喜ぶこたつの暖かさはどれくらいかということで、ヤマト運輸が公開した実験映像がありましてですね、暖房のない部屋に16度、30度、34度、38度、42度に設定したこたつを設置ということで、あの猫は結構、まあ、涼しいところ暖かいところを結構察知して、まあ、夏場とか冬場は一番自分にとって、まあ、言ったら暖かい涼しいところを探すという、まあね、ものだったりするんですけども、で実験してみたらですね、このどのこたつに集まるかって言ったら、で結局中に入ってもすぐ出てしまうニャンやヒーターの真下で丸くなる子など、まあ、全く実験にならなかったという温度や位置との因果関係が認められないというまさかの結果になったという、さすが猫ですよね。全くもうそういう適当な感じというかですね今回の実験で猫が丸くなるのはこたつよりもこたつ布団であることが分かったという、なんじゃそれっていう感じなんですけども、あのまあこれ結局実験の時間がまあこんなもんなんであれなんですけども、まあ
1日単位とかね、でやるとですね、まあ、結構暖かいところにじっといるという感じになると思うんですけどね、我が家もそうなんですけども、やっぱり、こうホットカーペットとかもですね、猫用のよりも人間の、ホットカーペットの方が絶対好きですから、それはそっちの方が暑いんでね、うん、だからその辺はよくわかってるというニャンなんですけどもね。でもニュース&エンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの、流行り物好きの私、シーモンが最新のトレンドについてあやかゆるトレンドレモンのコーナーでございます。毎週水曜日、最新の1つチャートをずらりとご紹介しております。今日はビルボードジャパンのチャートということで、ジャパンチャート、シングル、アルバム、ベスト10をお送りしたいと思います。まずはシングル、ベスト10、10位から4位までずらりと、10位、ヨルシカ、晴れる。9位、ミセスグリーンアップル、ケセラセラ。8位、お、早速入ってきましたね、藤井風さんで、ね、満ちていく。7位がバウンディ、タイムパラドックス。6位、夜遊びアイドル。5位、ナンバーアイ、ゴート。4位が思いの丈、幾億光年となっております。次は、ビルボード、ジャパン、ビルボードジャパンのアルバムチャートベスト10、10位から4位までとずらりと。まあ、第10位、なんていうのバリスティックボーイドフロムエグザイルトライブ、バックアンドホース。9位、アジコ、ラブの、原型。8位、トレジャー、リブート。7位、アマネカナタでいいんですかね、アンノーンディーバ。6位、リップリップ、生まれてきたことに感謝しなさい。5位が、タエヤングでいいんですかね、タップ。4位がセブンティーン、セブンティーンスヘブンとなっております。ベスト3はエンディングに。次のもね、フラワーモンキーツアー2023スタジオライブテイク4でした。トレンドレモンの続きです。今日は、ビルボードジャパンのチャートをお送りしております。ベスト3、第3位シングル、月晩餐歌。2位 AKB48 カラコンウィンク。1位がクリーピーナッツウィングバンバンボーンでございます。アルバムチャートベスト3、第3位世界の終わり、ナウティラスでいいんですかね。2位が原因は自分にあるというバンド、家庭法のあなたで、もうすごいタイトルとすごいバンド1位ウエスト、アワードとなっております。ということでトレンドレモンでした。お送りしてきました、シゲレモンネットラジオ、今宵好きなラジオで、明日木曜日、8時にお会いしましょう。シゲレモンでした。
全ては優しい。